ラスの切れは58です。フリーザの戦闘力聞いた時ぐらいの衝撃を受けたんだけど、あいつうまかったなぁ。カスタムのチャンピオンの時の、しかもさ、あた考えてることを言語化するのがうまくない？やっぱ若いからっていうのもあるよな。もちろん連動もあるんだろうけど、あれあんな喋りながらできないよ、エペックスって。今エペックスやってるのはプロか、お前かエペックスで長売れて、それしか人集められないしかないぞ。え、俺さ150試合やってんだけど、まあ大会があったっていうのもあるけど、その中でも俺は結構上の方じゃない？で、そんだけやっててゴールドさんと俺だけじゃない？しかもソロでやってんだよ俺。あ、怖い、なんかとんでもない怖い。なんだよ俺みてえなやつこれ。おい、俺みてえなやつ聞いたんだけど、俺じゃんこれ。また著作権無視された。CR が発表した e スポーツの学校してるか、なんか、ネットのニュースで見たな。だから俺はマジな話、あの、YouTuber とかのなんかそのエンタメ、いわゆるエンタメを教える学校より、そのゲームの技術を教える学校の方がまだ絶対いいと思う。CR の方がまだいいと思う。YouTuber の学校は絶対行かない方がいいと思う。で、技術なんてさ、教えられるじゃん。俺はね、この前のエペ祭りで考えかかった。あ、ラスに教えてもらったら上手くなるわって。急に変わった。急転直下。技術は教えてもらえば上手くなりますわ。まあ、俺も一応ね、講師やってるけど、今、暗黒塾で。で、結構俺殴るからさ、ムカつくやつを。次からは、本当に殴っていく。俺に生意気な口聞いたりするやつとか、女だろうが老人だろうが殴るから俺は。言うこと聞かねえやつは。廊下に立たせるし、水も飲ませねえし、ガチで！それが嫌ならやめろ。塾長も殴るよ。うぜえし。ただ、あいつ面白いなと思ったのが、AGA の効果がありましたつって MG ハゲ改善してたんだけど、頭頂部めちゃくちゃハゲてきてたわ。すごい効果があったぞつって MG ハゲすっげえ治ってきてたのに、頭頂部めちゃくちゃハゲ進行してた。あのままなんか気づかないうちに頭頂部ハゲてほしい。おもろいことするやんと思った。マッチング遅くね？ね、ゴールド対、え、まさか俺も上のクラスに来た？ついに。俺最近抹茶のすっげえムカつくとこあってさ、ほんとぶっ殺してやろうかなと思ったとこあって。あいつなんかバックがねえって言うじゃん。バックなんかみんなねえ、ぶっ殺すって次言うわ。バックなんかねえよって。バックなんかみんなねえよって。